はいどうも皆さん、こんにちは、ゆきです。さあ、今日はですね、3銘柄、ビットコイン、インスタリアム、リップレと、メイン3銘柄ですね、こちら、チャンネル分析していきますので、ぜひね、最後まで気軽にお付き合いくださいということでですね、本日がですね、8月の16日火曜日、時間が午前10時45分ということでですね、 今日の動画を撮影しておりますよ。今日はですね、皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ。パワーということでですね、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報を日々日々配信しておりますので、今日の動画を見て参考になったなためになったら面白かったななんて思っていただいたらそうかな、そこのあなたはぜひチャンネル登録ボタンと、グッドボタンと、あ通知をオンにしてですね、チャンネル差して動画の、ぜひぜひよろしくお願いいたしますよ。ということで、今日も早速始めていきますが、とりあえず告知だけさせてください。えー、ただいま後半に入ってきておりますが、えー、超超超、 特大、えー、ボーナスキャンペーン中でございます。えー、動画の概要欄1番上ご覧ください。簡単3ステップ入金いらずで、えー、僕のね、おすすめしてる仮想通貨の取引所のバイビット、30USDTT、UDTTT、T が1個多かったよ。えー、30USDT、えー、約ね、日本円にすると4000円もらってスタートできちゃうよっていうキャンペーン中でございます。えー、簡単3ステップとは,とは何かと何ぞやと言いますとですね、まずは、えー、動画の概要欄1番上ですね、バイビットの講座解説への URL リンクつけておりますの、ね、で、そちらのリンクから講座を解説する。 で、えー、バイビットがですね、今 MT4、えー、使えるようにな,なってるんですけれども、それの MT4 の講座を解説して、えー、ログインをする形ですね。で、最後に KYC レベル1。 えー、こちらはですね、運転免許証とかマイナンバーカード、まあ、個人情報、えっ、ー、とー、本人確認できる、えっ、ー、とー、なんていうのカード的なもの運転免許証とかそういったものうーん。えー、そういったですね、えー、ものを提出してもらった後は顔オープン、ビュンビュンビュンビュ,ュンってしてもらうだけです。はい、この簡単3ステップをするだけで、なんと4000円もらえちゃうよっていうことになりますので、えー、ぜひですね、お得にバイビットライフスタ,イトしスタートしたいよっていう方はですね、えー、この機会に、動画の概要欄から、 えー、簡単スリープステップ、えー、コンプリートしてみてはいかがでしょうかというところでございます。はいという方ね、もう早速、もうこんな告知はさらっとおい終わらせてですね、チャートの席に入っていこうかなというふうに思います。いやー、ただですね、あのー、わからんなったね。わ <laughs> からんなった。うーん、わからんなったね。う全然わからなくなったね。<laughs> <laughs> まあめちゃくちゃ難しいんですけどまあ短期的な、えー、僕の見ているポイントであったりとかまあ、長期的にはこの辺抜けてくるとまたね一つ上を目指せるんじゃなかろうかっていうところを含めてですねまあ、説明していけたらななんて思っておりますので是非最後までね、えー、お付き合いいただけたらというふうには思っておりますはいではまずねビットコインからいきましょうビットコイン今冷やし出してます ね、昨日言ったよね、雲の上にね、えー、実体残せたらいいんやけどっていうところで綺麗にやっぱり雲の上、抜けれず、上髭陰線という形で、またこれでまた難しくなりましたねうん。でと、今現状というところですね。なので、まあ、とりあえず雲の上抜けっていうところは、一つのきっかけになるんじゃないかなと思ってます。はいで、雲の、えー、上抜けが、えー、確定してくると、多分ですね、今僕が見ている、えー、注目ポイント、これは昨日の動画で紹介してます。直近の高値の切り上げラインね。 この白のトレンドラインと、で、1時間足レベルで引いていたチャンネルですね。これに関しては今現状下抜けてます。えー、ただ、このチャンネルもしっかりと今も現状も聞いておりますので、裏側でね、えー、そのあたりをまた1時間足で説明していきますが、このチャンネルの上限。で、プラス、黄色のチャンネルね、この、えー、冷やしレベルで見れる、この黄色の大きなチャンネルの中央線、えー、チャー線ですね。チャー線が交わってるポイント、このあたりをね、えー、にトライしてくる形になってくると思いますから、まあ、上抜けたからと言え,えっていうところではありますが、 ね、上抜けは一つのきっかけとして、えー、まあ見ておいていいんじゃないかなというところでございます。はい。で、そこからですよ。ね、えー、この辺りを上抜けてきて、なおかつ、まあ、徐々にね、こう、切り下がってきてるので、前々2万7000円とか言ってたと思うんですが、このね、冷やしレベルで見たときのウェッジ、赤い、えー、トレンドライン見えてると思うんですが、このね、上限。 この上限を抜けるのがだい大体、まあ、26,500とかになってきたかな横軸的に考えるとねこのまま素直に上がってきたら、ね、27,000ぐらい、えー、から26,500ぐらいこの辺りを、えー、試しに来るという形になるんじゃないかなというところですねただここを上抜けれるとようやくねあの長きにわたって去年の暮れから、ね、長きにわたって高値を切り下げてきた、えー、トレンドラインを上抜ける形になりますから、えー、ちょっと、ね、目線的には明るくなるんじゃないかなというところですね はい、ただまあ、週足レベルで言うと、3万ドルっていうところが結構ね、重要なえ抵抗体になり得るポイントでもあるかなとは見ておりますので、まあ、ちょっとまだやっぱね、こっからは上値重くなりそうなイメージですね。ただ、3万ドルっていうところを抜けれると、ようやくこの週足レベルね、今週足に変えましたよ。もうスピーディーに変わっていくからね、しっかり続いていよ。えー、週足ね、週足のここよ。これ。 まあちょっと距離がねあの遠い要は鮮度が古いので、あのー、あまりね、あのー、そんなに強く効くかどうか分かりませんそれよりも直近の安値であるここの方がもしかしたら効いてくるかもしれないんで、まあ、この辺りはちょっと予備としておいておきますが、まあ、3万ドルが1個目 ねえー、ここが、えー、抜けれるとだいぶね大部分のこの安値直近の安値に対えー、直近じゃないなごめん過去の抵抗体強い抵抗体、えー、サポートラインですねを、えー、抵抗体とするようサポレジ転換が起こり得るえる、ー、ポイントを上抜ける形になりますので、えー、これに関しても一つ明るくなると、ねえー、もう一個は直近の安値である、えー、3万えー、っとね えー、2,800万約3万3,000ですね。これが直近の安値になりますね。ここを上抜けてこれるとようやく起きた上値落ちが4万8,000とかまで見えてくるからこの辺りですねこの辺りを超えれるかどうかっていうところがこれから先のビットコインの上値の重さに、えー、関わってくるかなっていうところですね。まあ逆に言うともうちょっと長期的に横横するんであればよ。 あれば、えー、例えばやけどこのね3万、えー、2,000ぐらいまで上げてきてでなおかつまたね今回の、えー、底を作った部分とかで横横していってもう少し横軸を作ってから上げてくる、えー、みたいなこともありえるのかなというところですね。まあ例えばやけどこの辺とかもそうですよね。まあちょっとこう上げてくるけど、まあ、ダブルボトム的な形で横軸をしっかりと作った上で、えー、これだけ上げてきたというところですねなので、まあ、ももうう少し横軸、まあ、例えばやけどもう1回ね。 そこである2万とかこの辺りを試しに来てまあ大きなダブルボトムを作ってあげてくるとかっていうパターンも全然ありえるからだから横横は、えー、もう一度そこを試しに来るみたいな感じの、まあ、イメージも必要かなと思うけどまあとりあえず、えー、上を、えー、上値をや、えー、と軽くするためには3万ドル、えー、からですね3万3000ドルこの辺りを上抜けてこないとなかなか、えー、上値の軽やかさ、えー、軽快なフットワークみたいなところは、えー、とちょっと出しづらいのかなというところなのでまあこの辺りはしっかりとね、えー、対局 えー、週足レまあで冷やしレベルでは雲の上抜けがそのね、あのー、上根、ね、を軽くする壁にぶち当たってくる、まあ、挑戦権をもらえるような、まあ、きっかけになるようなポイントになるんじゃないかなというところでございます。はい、でここからですよ、まあ、短期的な、えー、トレード的な視点でね見ていきますと。 よいしょ。まず一つ目が、まあ、ちょっとね、あのー、最終防衛ラインはもう変わらずです。えっ、ー、と、そのまま2万3600ぐらい。えー、さっき見たね、冷足で見た黄色いチャンネルの加減いっぱいと、えー、4時間足レベルで見たときに、もうレジサポでバリバリに効いてるここね、ここもサポートしてます。えー、レジスタンス、えー、レジスタンス、えー、レジ、サポート、サポート。で、次サポートができるのかどうかっていうところですね。もうレジサポでバキバキ効いてるラインっていうのが、えー、2万3千5 0 0ぐらいかな。このあたりにありますので、まあここのサポート ってていいいううのはは十分にか、えー、チェックはしておきたいなというところですね、はい、ここを割るようであると一旦ちょっと下を大きく試しに来るパターンに、えー、突入していくんじゃなかろうかと思ってますので、えー、この辺りはですね戻ってきたところは、えー、例えば2万3500とかを背にショートとかっていう形の、えー、シナリオの組み方になってくるかなと思いますただじゃあ今どっちが、えー、背が近いですかって言われるとどっちかっていうとこの2万、えー、3600の方が、えー、重要なサポートラインと見てるがゆえに、えー、背が近いのはロングかなと思いますはいなので まあ、4時間足レベルでトレードしてる方に関しては、2万3600、500ぐらいまで、このあたりまで引きつけて、ここでのサポートをチェックしてね、もう少し買い足に落としていって、例えばこのあたりでね、買い足でダブルボトムが出てくるとかね、少し横横してくるとかね、こういった底を作るような動きを確認してから、サポートをしっかりと買っていくという感じですね。そしたら、まあ、大体、まあ、例えばやけど、うんと、まあ、ざっくり見て、直近の高値ぐらい。 まで上げてこれそう、えー、25, 円ぐらいかな、うん、やったらもう十分ね、えー、1500ドル幅ぐらい取れるしね、第一ターゲットがそこやとしても。そうすると、まあちょっと、えっ、ー、と、次の一、えー、時間足で見るところになるけど、この一時間足の赤いチャンネルの裏タッチとかね、になったりするので、この辺りはやっぱり第一ターゲットとしては十分かなと。はい。で、ここも上抜けてくるよ。例えば逆三存作ってくるんやったらわからんけど。 そのまま上抜けてくるんであれば、例えばやけど、えー、それこそね、さっき言ってた冷やしレベルのチャ、えー、ウェッジの上限、ぱ、えー、杯ですね、2万6000とかまで、えー、上値余地が出てくるので、ここに関しては、まあ、リスクリワード的に考えてもね、あのロングの方が引っ張りやすいのかなっていう感じですね。ただ、ここを割ると、ショート目線に切り替えていくと。はい。えー、いう形で考えておくといいんじゃないかなというところでございます。で、もう少し短期で考えていくと、ちょっと面白いものが見えてきてるので、そのあたりはちょっとね、えー、伝えておこうかなと思います。まあ、時間足レベルの話ですね。えー、赤いチャンネル、えー、見てました、ね で、えー、とそれを下抜けました、えー、昨日の時点でねいやこの動きしてたら友達なくすでっていうねビッ,ビットコインじゃんもうちょっともう23人友達離れていってると思う <laughs> 何やったら仮想通貨がほんまにあのすごい過疎化してるやんもう仮想通貨みたいになってるやんもうドーナツ化現象みたいになってるやん、うん、だからもうドーナツ化現象起こす起こすには十分なこの動きね <laughs> もうサ,サポートせよって感じやけどまあただねあの エントリーはしやすかったかなと思います。がゆえに、ちょっとね、あの、今、直近の、えー、サポ、レジが、えー、見えてきたので、そのあたりをね、中心に、えー、視点を置いとくと、えー、短期的なトレードはしやすいかなと思うので、このあたりをお伝えしておきたいなと思うんですが、えー、まず、チャンネル、えー、抜けました。その後、見てください。これね、まさに裏タッチングロペス、えー。まさに裏タッチングロペス発生しましたね。裏タッチングロペスの戻り売りが発生しました。で、直近の安値ぐらいまで、まあ、短期的に取れた方もいるんじゃないかなと思いますが、これによってですね、生まれたのが、えー 下がね2万4000ぐらいかな。2万4000ぐらいがサポート。ね、ここね。えー、見てください。1点、2点、3点ね。えー、3点サポートされましたよと。で、上が、もうここはもう間違いないと思います。2万4300ぐらい。えー、ここですね。この白のゾーン。ここで、えー、要はレジサポが転換してるわけですよ。 この直近ダブルボトムを伴って一回上振ったにもかかわらずね下げんなら上げんなやっていう感じの落としを、えー、用いたこのね底の部分ですねこの底を作った部分と今回、えー、てっぺんを2点まあまず裏タッチから始まって直近の高値ということで、えー、もう一回ね えー、抵抗されたポイントによって、えー、裏タッチングロペス、まあ、レジサポレジ転換が起こったよというポイントがありますよね。ってことは、ここが意識ラインとなってくるというところですね。なおかつ、えー、1時間足レベルの 25EMA、えー、ここで抵抗されつつで、サポートは何かっていうと 200EMA。今だから、1時間視で見ると 200EMAV25EMA とも見れます。ここはねあの いろんなまあ見方があると思うんですよ。EMM をメ,メ,ジャーメインに見てる人、ねえー、水平ゾーン、水平線、えー、トレンドライン、まあ、見てる方がいっぱいいろんなね見方があるので、そこに関しては自分の見てる、えー、見方に対して、僕のね何かこうスパイスとして、こう,こういう感じでもうここに詞を当てながらね、ちょっと僕のチャート分析をこうスパイスとして使っていただけたらと思うんですが、まあ、このあたりを、えー、中心にですね見ておくと、多少ね、この短期的にはなるものの、えー、ある程度あ、上に降りそうだな。 ねえー、あ一回下に降りそううだなっていいのは分かると思います、はい、ただまあどれぐらいの短期にで考えるか分からへんけど2万3,0004,000割れた後に、えー、次ね2万3500ぐらいがさっき言ってたね僕の最終防衛ラインなんですよ。ここをじゃあショートで取りますかって言われるとまあ本当にスキャリピング程度。 ね、デイトレードで言っても1日1回目のトレードに関しては、まあ、500ドル幅取れたは十分なんですが、まあ、マックスで取れるかどうか分からへんって考えるとここを様子見するのかはたまたしっかりと、えー、もうね、あのー、貪欲にここをショート狙っていくのかっていうのは、まあ、それはもう皆さんにお任せしますが、まあ、この2万4000割れてからは次は2万3500を第1ターゲットにしておくと。 はい、でここでサポートがあるのであれば一旦ね、えー、ロングを持ってもいいんじゃないかなと思いますしここを割っていくようであればそのね、えー、ここで取ったショート24,000割れで取ったショートをそのまま引っ張っていくような形この辺りで部分利確をしてね、えー、そのまま、えー、割れていくようであれば引っ張っていくショートを持っていけるしで逆に言うと、えー、24,000ちょっと待ってや一回落書き消そうな。 よいしょレジサポ転換してるポイントね。24,200、300かな。この辺りを上抜けてくるんやったら、一旦ね、上,上振りです。で、すなおかつトリプルボトム的な形になるので、まあ、直近の高値ぐらいまで上げれそうという風に考えると、24,800とか900ぐらい。この辺り、これも同短期やね。短期のトレードになりますが、この辺りまでを目指していける、ターゲットにできるロングを取れるんじゃなかろうかというところですね。なので、まあ、この24,300ぐらいを上抜けた後は600ドル幅ぐらいのロングを狙っていくのかどうかというところを、まあ、検討できる。 じゃなないいかなというとうころですねでこっからもしトリプルボトム、えー、で、えー、上に抜けてきた場合24,300を抜けてきた場合は、えー、短期的に見てもねよいしょ。 よいしょそこがトリプルボトム型のこれ、えー、左をたまたま、えー、頭おさおさんの右、えー、たまたまですね、えー、になりましてのおつんつんチャートという形にも、えー、期待できるかなと思いますので、まあ、このあたりは、えー、一旦ここで理覚をして再度このねチャンネルの加減で拾っていくとかもいいと思うしね、えー、そういったところを、えー、注目しておかれるといいんじゃないかなと、はい、ただもうこのそこでね完全に取ってる人で言えばここはもう、えー このチャンネルもううう回割れたら損切りしよよかかなととででいいと思うんですよ、えー、まあそれはまあ人それぞれのねあのー、シナリオの作り方があるからまあ僕がどうこう言うことじゃないんですがまあこういったところを見ておかれるとまあいいんじゃないかなとはいただまあ200ドル幅ぐらい下がってくるんやったら一体利確してもいいしっていう感じにはなると思うのでまあこの辺りはねあのー、見てる時間軸にもよって変わってくるから、えー、スキャルピングしてるのかねあのー スイング、えー、デイトレードしてるのか、スイングでしてるのかっていう感じですね。まあ、このあたりは皆さんの、えー、トレードスタイルに合わせて、えー、僕のね、えー、今見ている視点みたいなところは参考にしていただけると、えー、活用していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ほいでは続きましてが、イーサリアーム <laughs> イーサリアムですね、えー。イーサのリアムちゃんも基本的な見方はね、ほぼ一緒かなと思います。もう、綺麗にやっぱり抵抗されたね、チャンネルの上限いっぱいね。 まあこれはもう想定内でしょうっていう感じなんやけどねなんか結構こううわ下がってきたみたいな暴落だみたいな感じのねなんかもうすでに言ってる人おったりするんねんけどこんだけ今だから波的に言ったらよいしょねこれが1回目の上昇で押し目つけてで上がってきてで裏タッチングロペスでえしっかりと上がってきてで今押し目をつけてるだけのようにしか今のところは見えないのでこれをなんか暴落だとかって言うってなるとえどの時間軸で見て のかなってなっちゃうからまあそれはまあ、ね、例えば1分足で見てたら暴落に見えるやろうし、まあ、ただこれが今冷やしやからこそ、ね、あの小指の先っぽぐらいの下落にしか見えへんしっていうところはあるので、まあ、それはもう見てる時間軸によってもこれも違ってくるんだけどそうだからまあこっからですね、あのー、想定内とするのであればこの白のゾーンですね、えー、1,700ぐらい。 この辺りを割らない限りは、まだね、強い上昇と言えちゃうんですよね。ここが直近の高値じゃないですか。それの裏タッチングロペスのパンパース外ってなるから、そうな,そうなったら、1700っていうところは買い時になるんですよね。1700、えー、この辺りまで、えー、突っ込んできてくれたら、えー、直近の水平ゾーン、プラス、えー、ピンクのチャンネルの加減、ここも交わってくるから、ここは絶対、えー、サポート見たいよね。チャンスあるよねっていう感じなので、えー、1700は冷やしレベルで見たときに、押してきてくれるんやったら買いたいポイントですね。これはね。 はい、で、狙っていけるのは2150まで狙っていけるので、これはちょっと美味しいんじゃねえかなつって思ってます、はい。ただまあ、これ今、ざっくり2150が、えー、ターゲットって言うんだけど、その途中にね、えー、例えば、直近の高値、えー、これ、第一ターゲットになるやろうし、なり得ると思うし、えー、もっと細かく見ていくので、ね、4時間足とかではも、えー、もうちょっとレジスタンスライン出てくると思うので、そのあたりはまあ、えー、理確するかどうか、例えば3分の1理確するのか、えー、半分理確するのかっていうのは、皆さんのね、えー、シナリオ作りにかかっておりますので、そこはね、しっかりと自分のチャートに落とし込んでみてください。はいまあ、ただ、このあたりはしっかりとね、僕、 僕は、えー、注目しているポイントにはなりますので、えー、押さえといてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ続きましてが4時間足見ていきますよと。よいしょ。えー、4時間し視見るとねちょっとね怖い形は作ってきてる確かにね。 ざっくりこうパッと見でわかると思うんだけど、左肩、頭、で、ここが右肩ってなってくると、まあ結果的に3尊っていう形、えー、1850とかが、えー、ネックラインになってくると思うんだけど、まあそのあたりをネックラインにした3尊。そうすると、えー、ピンクのチャネルの中央線、チャー線終割ってくる形になるので、やっぱり一時的に、えー、さっき言ってたね、1700試しに来るんじゃねえかっていう見方の方が強くなってくる。で、えー、一応ですね、直近の、えー、この安値の切り上げライン、ここですね。 このトレンドラインが白で表示してるんですが、ここのトレンドラインっていうところに触れてくるぐらいからちょっと買いを検討していってもいいんじゃないかなっていう感じで、4時間足レベルでは見れるよね。だから、大体ですね、1740、50ぐらいからサポートを確認しつつ買い下がっていく。もしくは、もうしっかりとね、プライスアクションを見てから入っていくでもいいと思うし、差し値を入れておいて、差しの3つぐらいに分割して、最終の差し値は1700入れておいて、で、どこ終わったら損切りするのかみたいな感じで決めておいてもらって、 ここからは、えー、次のねターゲット例えばやけど、えー、まずはチャンネルの中線まで、えー、狙っていくんだったら1930、えー、が第一ターゲットにするとか、えー、もしくはこのね、えー、三蔵、もし決まってたのであればこのネックラインを第一ターゲットで第二ターゲットが中線でそこも抜けてきたらえー 直近高値で最終はさっき言った2150みたいな感じで4段階にね理学検討ポイントをつけるような形でのロングも1つありやと思うしこの辺りはねさっきも言いましたが皆さんのトレードスタイルやったりとかトレードする期間スキャルピングスキャなのかデイなのかスイングなのかこの辺りによってもシナリオの作り方っていうのは変わってきますのでこの辺りはですねぜひ参考にしながら皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいんじゃないかなというところでございますそんなところかな うん、でイーサリムに関してももう間違いなく直近の安値が、えー、抵抗体になってますよねここですね直近の安値が抵抗体になって 25EMA にも絡んできてるよねで 25EMA 抜けられなくなってきてますこういう時は大体弱い ただ、ここから25円目をしっかりと上抜ける形になるのであれば、再度ね、えー、ここをダブルボトムとして、再度、えー、直近の高値を試しにくる動きになると思うので、まあ、このあたりはチャンスは拾ってもいいんじゃないかなというところになりますので、まあ、このあたりはですね、ぜひ、えー、参考にしていただいて、皆さんのシナリオ作りに、ねえー、お役立ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい で、まあ一応割れたら怖いなっていうところは、えー、1860、70ぐらいかな、うんえー、この、えー、チャンネルの中央線プラス、えー、直近ね1時間詞とかでも見てもらったら分かるようにサポートがしっかりとね、えー、ちょっと、えー、レジサポも起こってて今回もサポートにな,なったポイントにもなってるのでこの1840、50この辺りを割ってくると割り込んでくるとあ一旦、えー、そこ試しに来るかもなとチャンネルの、えー、加減試しに来る動きになるかもなっていう感じで、えー、目線切り替えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい では続きまして、えー、リップルちゃん、いきましょう。リップルちゃんが、難しい。<laughs> リップルらしい。リップルらしい動きするよねっていう感じやけどね。はい。リップルらしい動きをしながら、今現状ね、動いておりますが、えー、現状までやっぱりこの黄色のチャンネルは、えー、効いていると見て、見ておいていいんじゃないかなというふうに思ってます。なので、最終防衛ラインは僕の中では3.67。えー、ここですね。これは昨日の動画でも言ってると思います。0.3、点三6 7ですね。えー、このあたり。終わってきたら、一旦、えー、このね、 日足レベルの雲の割れ目に向かって落ちていくんじゃね。えかなっていうところですね。ここで割れ目を。えー きっかけに下に抜けてくるようであれば、再度またちょっと低迷期っていう感じになりそうなので、ここはちょっとね、できたら、えー、雲の上をキープしてほしいところではある。これはもう、耐えたがる希望よ。耐、うん、えたがる希望ではあるものの、割れずに、えー、キープはしてほしいなっていうところ、えー、で見ておりますよと。はい。なので、まあ、このあたりが最終ボやねに、ここでサポートされるんであれば、さっきも言った通り、えー、まあ、いろんなね、えー、細かく見るとレジスタンスラインあるものの、ざっくり見て、このチャンネルのき、えー、中央線が第1ターゲット。 だいたい0.4ぐらいかな。はい。で、その次が、このね、上えー、チャンネルの上限いっぱいまで、えー、見れてくるかなと思うので、そうなってくると0.44、45ぐらいかな。はい。そうなってくると、えー、冷やしレベルの高値の切り下げライン、去年の暮れから出ている高値の切り下げているライン、えー、を上抜ける、えー、ポイント、要は、えー、分岐点ですね。そこに差し当たってくる形になりますので、まあ、ここは一旦たん理解してもいいんじゃないかなというふうに思います。そこまで引っ張れたらね。はい。えー、という感じで、まあ、考えておいてもらえれば、まあ、ざっくり、えー、 どここまで目指せるのかっていうところは見ていではそ,そのまま早速4時間足を見ていきますがねえこれがねえこれぞリップルよっていう感じだけどねまあけど、えー、0.38っていうところがかなり大事なポイントになるんだよっていうのはもう昨日の時点で伝えてるから。 そこを背にショートした人であれば、えー、これも言ってたやろ、0.367。ね、ここは、えー、サポートになるんだよって言うと、こうしてましたから、ここはもうズバピタでショート取れてんじゃねえかっていう、短期的にね、短期的にショート取れたんじゃねえかっていうポイントにはなってます。なので、まあ、これはまあ、賞賛に値すると。<laughs> 結果論やけど、賞賛に値するポイントとして、えー、皆さんの中にね、勇気信頼ポイントポチンってね、1個上げてもらえたらと、えー、ついでにグッ,ボグッドポイント、グッドポイント、えー、グッドボタン押してもらえたらなと思,思うんですけど、まあそんな感じで動いてきてましたよと。はい、で、こっからですよ。 えーっとねこれねけどね僕の中では弱い時の動きなんですよ一旦ようやく25英目4時間シルベで上抜けれたのにねスポーッと抜けてきてで次は抵抗が、えー、抵抗されているのが後が見える形跡が見えるというところでこういった時はだいたいこの25英目を背にズルズルズルって下がっていくことの方が多かったりもする、うん、これはまあちょっと経験論ですけどあのー、まあちょっと頭の片隅に25英目抜けられへんかったら厳しいんかぐらいで感じでね、えー、見といてもらえたらと思うんですが。 4時間足のここで25目上抜けれるっていうのは結構ね、あの、まだもがけそうだなっていう感じ、まだ飛べるんじゃねえかなと。ああ、ひよってるやついるっつってね、あの、昨日たまたまね、あの、アマゾンプライムで東京リベンジャーズの映画 <laughs> プライムになってたから <laughs>、見たらちょっと今、ちょっと、あの、マイキー色出てきてしまったけど、うん。 25EMA 上抜けれないってビビってるやついるっつってあのメビウス潰すぞーっていう感じの今ね 25EMA 潰すぞーっていう感じの多分今あの決起集会が行われてると思うんですよあのリップルン次会ではね <laughs> <laughs> そうまあこの辺りは25位目上抜けれたらあ多少ちょっとまだもう一回飛べそうやなと、えー、いう感じで見てもいいかなと思うんですがまあその辺りのきっかけとなりそうなポイントは、えー、もうこれもねほぼ一緒よ見方は一時間作ってねもうこれ完全に騙しでしたねダブルボトムつけて上抜けた後ネックラインパーンと割ってきての暴落と暴落というか、まあ、これ暴落というか,だからなごめんな急落、えー、急落ですねストーンと落ちてきたというところで、えー、今現状ですよとでしかもその後の、えー、裏タッチングロペスは戻り売りで売られて ってますよもうもろ教科書通りまあ勇気の教科書やで勇気の教科書通りに動いてるかなと裏タッチングロペス好きにはたまらない、えー、チャートになってるかなともう大好物ですよ僕からしたらね大好物のチャートになってるかなっていうところでありますので、まあ、この辺りはですね、えー、ー下は20あちゃいちごめん上は25 m に抵抗されてるから、まあ、この辺りの上抜けからの25 m のサポートっていうところがあれば狙っていってもいいかなと思うしこの裏タッチの部分ですね0.376、えー、ぐらいかな 直近のこの2、えー、つお尻のね先っぽを作ったポイントと、えー、今直近ね抵抗されたポイントここを上抜けたら、えー、一旦ね裏タッチングロペスのパンパスいを考えて0.38にトライしてくる形でもう縦根は絶対撤退してくださいここはね、えー、縦根撤退でサイ、え、ド、ー、0.38に、えー、抵抗されたらズドンと落としてくる可能性があるからそこはしっかりと警戒 0.37から0.38なんで、もう全然値幅取られへんから、ここでは入らないっていう、えぇ、ー、判断も大事。うん。それはも、ま、う、あ、見てるさ、さっきも言ったけど、スタイルによって違う。自分、自分のトレードスタイルと、えー、合わせて、鑑みて、えぇ、ー、エントリーポイント、シナリオは作ってくださいよ。はい。で、もうちょっと長期で持ちたいっていうよりは、0.38上抜けから、再度、サポートを確認してから入る。これが、まあ一番重要になってくるかなと思うので、えぇ、ー、ここの0.38、えー、ですね、をサポートに、えぇ、ー、上に伸びるんであれば、0.4まで見れるから、 えー、これはね、あの、とってもいい、リスクリワード的にもとってもいいような形の、リ,リワードの方がいいような形のトレードができるんじゃないかなっていうふうに僕は考えてますので、このあたりはね、参考にしながら皆さんのチャート分析にお役立て,ていただけるといいんじゃないかなというところでございます。はい。ということで、えー、今日も今日とて、えー、なんとかね、25分に、えー、着地、えー、できましたね。えー、本日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。えー、今日の動画が参考になったな、ためになったな、面白かったな、なんて思っていただいた、そこのあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、ベルマーク通知オンに してえー、チャンネルししして動画の応援をぜひぜひひよろしくお願いいたしますあとはですね、えー、後半になりましたが、えー、バイビットのね、お得な、えー、キャンペーン中でございます。動画の概要欄の一番上ご覧ください。簡単3ステップ。えー、まずはね、えー、概要欄についているリンクから講座を解説する。ねえー、その後 MT4 を起動する、ね。ログインまでするってことよ。えー、で、最後は、えー、と何やったっけあれな。KYC、本人確認のレベル1をコンプリートする。クリアするというところでございます。このあたりの簡単3ステップこなして、えー、ぜひ。 ですね、30ドルの USDT30USDT、まあ、約4000円の、えー、ボーナスを受け取ってね、えー、お得に、えー、バイビットライフ、えー、スタートしていただけると、えー、いいんじゃないかなというところでございますはいということで今日は以上で終わりたいと思いますまた明日の動画でお会いいたしましょうバイバイ 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録、そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー